久田和孝のガンラボ、共に前進しましょう。まあ、普段は、まあ、ナレーションが多いので、まあ、こんな風にアニメーションじゃないですけど、こう漫画に声を当てるっていうのはなかなかなくて、あの貴重な経験でした。漫画動画なので、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、センシティブな内容とかシリアスだったり、あるいは難しい言葉が出てきたりっていうのも、こう分かりやすくてスッとこう入ってくるので、あ、それはすごくいいところだなって思いましたし、まあ、僕自分の父が8年前にあの癌で一度倒れて、まあ、今元気にしてるんですけど、まあ、そういうのもあって、結構こう自分ごとだと思ってあの見てましたね。癌というのは、端的に言うと細胞の設計図である遺伝子に異常が起こったがん細胞が無秩序に増殖し続けてしまうという病気です。司会者の久田さんの役では、やっぱりこうちゃんときちんとこう情報を見ている方に伝わるように話す、伝えるっていうことを意識して読みました。まあ、的確にこうディレクションしてくださったこともあって、確かになと思ったのは、やっぱりこう見ている方が実際にその病気になられた方が見るっていうことで、そういった方がこう前向きな気持ちになれるように演じなきゃなっていうのを意識して読ませていただきました。ドライバー遺伝子の種類を調べるため、肺がんの遺伝子検査を行います。さてさて、このがん細胞のドライバー遺伝子は、単純に勉強になったなと。特にその遺伝子でこう検査で分かって、でこう2種類じゃなくて6種類とか、たくさんこうちゃんと調べるとそれに合う薬があってっていうこと、これやっぱ知らない人多いと思うんですよね。あ、そうなんだと思って、はい、本当に結構こう年齢重ねてくると周りにがんの方って本当増えてきて、で自分も家計的には人事じゃないなと思っているので、自分がもしそうなった時は、あ、こういうふうに検査してできたらいいなっていうふう学びがありましたね。さあ、共に前進しましょう。